そなたは私の夢にいずる人なり。はあ、よきかな。安心できる人で安堵した。されどそなた、私の導きがいると見たけど。うん、私はシナノ。四字は適当でよろし。世の中は移りゆき、将来のことは後に預け、今はゆるりと無境に旅立つことを望まん。ご機嫌うるわしゅう。そなたの見ての通り、昼の安眠にふさわしい最高の寝床を探している。ん？私のしきたいに興味が？それはよき。されど実のところ枕にあらず偽装で。なぜ驚いた顔？最高の寝床はやはりそなたの執務室に相違なきよう。うん、しばらくここ憩いの場といたそう。無境を共に楽しむ？それはよきこと。ん？そなた、なぜ私の無境を？もしや、まことに恥ずかしく。眠れぬ。そなた、務めを果たすのは良いが、髪をめくる音は甚だ多い。少し私と共に休まぬか？くすぐらぬよ。説教の時間とす。そこへ直れ。耳は軽めに。夢なのに何故任務が。あっ、新しい任務？はあ、任務を成し遂げた。後片付けは頼み申す。そなたへの手紙なり、はるか遠くより寄せた文はきっと大事。果物の飴、そ、天下。ん？はあ、そなたが帰還したか。痛く組の子がもう戻ってきた。一度顔を洗ってこよう。ふとやる気が湧き立つか。熱のようになるやもしれないのは、悩み申す。進むといい。そなたたちを信じている。楽々。うわ、眠りに行くとしよう。負けたと申すか。そなたたちが見るべきは悪夢。私は負けぬ。そなたをきっちり教育しないとならぬ。ん？そなたもここに？
ここに昼寝に？悩みを考える場所を探してただけ？では私だけ先にしばし眠りを。気になりすぎて眠れぬ。そなたを悩ます話題とは何ぞや？定め？どうも複雑に聞こゆ。だが私はそれを信じぬ。信じぬだろう。そなたの隣で夢に旅立ってもよいか？最近悪夢をよく見るゆえ。笑うことはなかろう。そなたが定め云々を申すから。そなたと一緒なら私も安心できる。悪夢はもはや恐るるに足らず。眠りを続けるといたそう。これは私と約束をした証明。しからば私も全力を尽くそう。未来について叶うことを願う良き夢を共に見届けよう。